武田良太総務大臣が記録的大雨で甚大な被害を受けた久留米市などを視察し、財政措置で復旧復興を後押しする考えを明らかにしました。家の中は片付きましたか？いや、まだまだ、乾燥してない、乾燥してないと消毒もできない。武田大臣は午後、11日から降った大雨で大規模な浸水被害を受けた久留米市の津福本町を視察しました。池町川周辺では一面が水で覆われた様子や当時の救助活動について報告が行われました。その後、久留米市役所では武田大臣と福岡県の服部知事らとの意見交換が行われ、服部知事からは被災者支援の充実などが盛り込まれた要望書が手渡されました。武田大臣は自治体が財政運営に支障をきたさないよう交付税の繰り上げ交付だけでなく地方債の発行など総務省として復旧復興をバックアップする考えを示しました。